こんばんは。じいちゃんはんです。どうも。こんばんは。こんばんは。そして女子こんばんは。はい。こんばんは。ちょこっとだけ女子映しておいて。ちょっとだけ映しとくか。うん。マスクしとるでわからん。らしいよ。今日はね、女子を2人連れてなんか肝試しに行きたいということで、まあ、2人連れてきました。絶対に来る場所間違えてんだよな。そう、まあ、暇っていう普通だったらね、イルカ池とか初心者系で行くんだけど、今日はもう本当に、もう滋賀でもトップクラスの、はい、処刑場にやってまいりました。処刑場です。ガチの方ね、ガチ、もう素人でもオーブが映っとるんで。そう極みまあそういうとこをまあ2人、まあ4人で今日は、回っていきたいと思います。では行きましょう。行きましょう。でもこれ本当に寒いよな。めちゃくちゃ寒いって。うん、7度、6度、5度。いやー、5度、体感だと本当に1度か2度だよな、これ。なんかこの辺で撮ったらオーブ映りそうな気がする。めちゃくちゃ欲しい。前回ここであれでしょ、あのもや撮れたでしょ。そう、これ今日もね、ちょっとカメラを撮らんもんね。カメラ置けた、写真を撮ってたのに。星が綺麗。星が綺麗、ここ本当に星綺麗ないね。特に秋の空はいい空。ああもうもうここは本当すごい場所ですわ。はい、ここに大きな月がありました。月は本当は後ろにありますけどね。本当だ。寒くてな、手が太い。映してもらってもね、まあ今ここにね、なんちゅうのかな、人がいます。人がいます。はい、今俺たちは通り抜けます。え、なんでそこにおんの。わかんない。なんでわかんない。ねえ、君たちこんな一番怖いところに来れるね。いや、私ここに来る予定ではなかった。今までも一番最初に来たんですよ、処刑場って言った。うん、でもこんな怖いと思わなかった。ほら、もう映るのね。怖いと思わなかった。で、前に言ったさ、首塚のところ。首塚とは違う。あ、そうだよ、あれは戦争で死んだ人を弔う場所。あれは戦争を弔うところ。ここは要するに徳川が偉いさんになって気に食わねえやつをひっつかせるぶち殺してたと。はい、ここから今からここが本番の入り口です。真っ暗。何も見えません。やば、不気味だろう、ここ。さっきと違うだろう、不気味だろう。ゆるやさんの気持ち。かっちゃん、やい、デジカメ貸してあげなさい。どうした。デジカメだったらバンバン撮れるんだから。撮らしたるわ、これ喜んで撮れ。そんな撮りたいの。こうな。赤めっちゃ綺麗やん。デジカメ欲しいね。これが女子目覚めちゃう。目覚めちゃう。首から下げとるだけで一人多分なんかおしゃれみたいな。これもどうですか。こうか、こうか。アンドロイド使っとるんじゃないですか。目が出てくるんだ。これどうするの。パパあげる、こっち。どうして取れた。取れた取れた取れた、めっちゃ取れた、めっちゃ取れ た, 取れた。よかったね。めっちゃ綺麗、楽しかった。綺麗だった。でもまた雪とかもいい。もう見えないよ、雪とか綺麗だな。完全にオフモードになってないで、もうちょい実況が欲しいのですけれど。すいません、寒い。あれ、カメラは。カメラこっち。これ録画してるからね、少し録画する。どこをやる予定？あのお墓のとこ？そうだね。慰霊碑っていうか。あ、今回は早いペースが。それはなぜかというとね、寒い。すっげえ滋賀を舐めた。めちゃくちゃ寒いね。もうね、寒くてこれ力入らへんの、指に。これ冷たいしね。冷たいね、これ。うん、さあ、ここは、この場所になります。はい、このちょうど看板があるところ。そうです。そうだよ。すげえ自由。さて、じゃあ皆さん下へ行ってみましょう。
舐めてかかると。その初めて来た時はあれ、ここより前に行かんかと思うんだ。行くの？行って大丈夫？さあ分かるのは、かっちゃんがやられたら俺らも全員漏れなくパーティー全滅よ。やばいやばい私は早く塩をかけ、はい、今日はね、夜、入ってみました。ね、やっぱしね、ここにね、どうしても人がいるっていうのが、やっぱりここが人がいるのが気になりますね。なんか女の人が座ってるんだっけ。めっちゃ近いやん。なんで、何の人なんですか。何の人なんでしょうか。当時の人、なんでそこにおるかは僕にも分かりません。本当はないです。本当に分からんな。自分のこと知りたいやん。は？いや、だって説明してくれないですよ、聞いてみて。ただ帰れって言ってるだけだ。ああ、安定度なんていうの、帰れコールが。やっぱここは。ちょっと待って。ライトを照らすな。さあライトを消そうよって。さあ、よし。皆さん、ここはもう僕はちょっとフラフラし始めてきたものですから。安定の瀕死なんだよな。安定な強さですね、ここは。ああ、今日もなんか、なんていうの、やばい。やばいね。すごいよ。こっち？今このライト当ててるあたり？この辺？そこら中やん。これな、このカメラでな、顔が映ればいいんだけどな。女子 B、ちょっと来い。ちっちゃい子だった。マジかよ。勝ってってこと。女子 B、 いや違う。取って。怖いな。女子 B 取って。女子 A やったよ。顔が映らんな。もうちょっとシャッターチャンスだな。ワンちゃんでも顔が映る範囲のやつがいるって相当やばいんだけどな。そう今すげえ。パパ取ったろうか。うん。電気つけんな。足場危ないでしょ。どんなポーズするか逆に気になる。何？最高パスや。私今度おかしいな。え、うちが行くの？うん、別に怖くねえじゃん。めちゃめちゃ怖いわ。嘘。暗くてわかんない。はい。電車の方がいいのかな。早くあれこれ帰り事故るとかないよね。ちょ、A 立ってびっくりした、びっくりした。事故ったら特に3年以内に事故ってると思うから大丈夫。あ、3年、そんな来てます。ここはそんな来てないけど、1年ぐらい前。 A、 はい、立って。あ、ちょっとライトライト。はい。眩しいし、レーザーが近づいてきてる。え、ちょっとやめてよ。え、ちょっと動くなって。何をお前近づいてきて、お前が一番いいな。A、 ちょっともう一回違う、出てきてるって言ったやん。お姉ちゃん一緒に立とう。お姉ちゃん、お姉ちゃん一緒に立とう。いて、やべえ、俺まで気が呪われてる。一緒に立とう。じゃもうちょっと離れて。すげえな、こんななんかほんわかしたコンテンツじゃねえんだけど。眩しい。あれ、離れたな。内側向くとダメなんかな。うん、B 離れてみて。なんで私？眩しい。ほら、動くな。なんでお姉ちゃん来るの？だって近いって耳出すもん。ね、お前さ、なんで私なんて楽しみに映
は？いや、多分あれだろう。俺に近いでやろう。いやいやで、ね、お兄ちゃんだけパパそっくり。別に。いや、そんなない。パパって呼んでないね、多分。怖いよ。もうこれ以上立ち作らん方が良さそうだぞ。ん？もうタイムリミット来た感じ？ちょっとまたパパのところ編集で切って。だからパパって言ってるよ。そこだから後で編集で。いいやん。なあ、やっぱすげえな。うちの携帯は。虫はいないけ。いや。石？葉っぱ？なんか触ったよ、触られた？いや違う。ポツンって。あとも。わかんない。わかんない。いや上ばっか、俺もさっきから上ばっか、上ばっかじゃない。違う、今の違う。葉っぱ欲しくてない。違う。あんま高いとこ行くもん。何を？いや、多分。B が開花のさ、葉っぱじゃないぞ。なんか葉っぱ落ちたみたいな、あれ？まあちょっと上がったのが良さそうかもしれない。じゃあ下がりとけ。え、怖っ。引き際大事ってことか。怖っ。やめて、そういう脅しによくないよね。絶対葉っぱってうちは信じてるか。あ？もう秋だから、もう葉っぱって信じてた方がいいよ。でもさっきからよ、上は気になっとるんだ。なんかさ、おいしい、めっちゃおいしい。え？そうだね。ジャンバがシャカシャカだからさ。落ちるようなもんねえやろ。フードじゃね？わかんない。違う。で、チョンだよ、チョン。そんなんだよ。違う。よいしょ。やばいぜ。ちょっと俺が焦っとる今。ちょっと行き過ぎた。ありがとうございました。ございました。今ちょっとね、少女 B の方にちょっかいかっ出してきたものがいます。葉っぱだから。あなたの足つかんだのと多分同格。一緒。葉っぱだから。何言ってんの？葉っぱだから。ちょっかいかっ出して。